初心者だからこそ触りたい AWS CLI ということで始めさせていただきたいと思います。まずはじめに自己紹介させていただきます。北川かなと申します。よくブログではタイガーと名乗ってるのでそちらで覚えていただけたら嬉しいです。診察エンジニアとして4月に入社いたしました。今は AWS を中心に勉強しております。先日ですね、AWS クラウドプラクティショナーの資格を取得いたしました。 今回のお話ですね。メインは AWS CLI はいいぞというお話となっております。このセッションは AWS CLI, CUI に苦手意識がある方、AWS CLI を触ろうとして触れていない方、AWS 初心者の方にですね、あれ ?AWS CLI ってそんなに難しくないんだと思っていただくことが最終目標となっております。本日のアジェンダです。 まず AWS CLI がどういうものかをお話しさせていただきまして、初心者だからこそ触ってみようっていうお話と、インストールの仕方、あとは実際に使い方であったりとか、コマンドリファレンスについての話、最後まとめという流れでお話しさせていただきます。AWS CLI とはですね、Amazon Web Service Command Line Interface の略でして、AWS サービスを管理するための統合ツールっていうふうに、 公式では言われておりますダウンロード及び設定用の単一ツールのみを利用してコマンドラインから複数の AWS サービスを制御しスクリプトを使用してこれらを自動化することができるというツールですちなみにですね2020年2月12日にバージョン2が一般利用可能となりましたなので本日はですねバージョン2のお話のみさせていただきます V2 ですね。Python ののバージョン関係なく使えるところが利点の一つです。皆さん、ここでなんですが、あの黒い画面、苦手でしょうかどうですか私もですね、実はすごく最近まで苦手で、ようやく最近慣れてきたかなっていうほどのレベルです。 そんな私がですね、なんで初心者だからこそ触ってほしいっていうのかと言いますと、実際にアーキテクチャを組む流れがつかめるのかなっていうふうに思います。マネジメントコンソールとの違いとか良さに関しては、一つの画面上で操作ができるということがすごい操作性はいいのかなっていうふうに思います。先ほどもあった通りにスクリプト等で自動化がしやすいっていうところもあります。 個人的に慣れるとすごい使いやすいかなっていうふうに思います。その理由は後でまた説明させていただきます。AWS CLI バージョン2のインストール方法 GUI,CUI の2種類ございます。ちなみに今回私は MacOS Catalina 10.15.5で実行いたしました。せっかくなので今回は CUI になれるっていう意味でも CUI でぜひやってみてください。まずですね、Curl コマンドでパッケージをインストールします。 こちらそのまま打っていただきましてパッケージからですね AWS CLI をインストールします最後ですね AWS バージョンと打って以下のような文面が出てきたらうまくインストールできているかなっていうふうに思いますちなみに先日私がやった時は AWS CLI 2.0.19っていうバージョンでした先ほどですね バージョン2、Python のバージョン関係なく使えるのがいいところだよっていうふうにお話ししたかと思うのですが、もう一つですね、自動保管機能が使えるところがいいところです。自動保管機能がどういったものかと言いますと、例えば AWS S って打った後にタブを押していただきますと S3, S3 API など様々な候補が出てくるんですね。で、その候補をそのタブをどんどん押していくと切り替わっていくっていう感じになるので、 すごい楽に使えるかなっていうふうに思います。ちなみに、自動保管機能の使い方に関しては、今回は ZShell のお話のみさせていただきます。.zShell, RC にこちらの文面追加してみてください。で最後ソースちゃんと通してから、一度 AWSS とかタブを押してみて保管されたらうまくいっています。まあ、ちなみにですね、I am ユーザーの切り替えも可能となっております。 AWS c o n f i g u r e p r o f i l e 任意の名前っていう風に入力していただくと公開キーとシークレットキーをですね入力するところが出てくるのでそちら打ち込んでいただいたらこのような感じで Export AWS Default Profile 先ほど登録した名前っていう風にしていただくと無事 I am ユーザーの切り替えもできるようになっておりますでは実際に触っていきましょうまずはですね やりたいことを細かく分けてみることが大事かなっていうふうに思います。今回はですね、VPC 内に EC2 インスタンスを起動するというものをやってみます。そのインスタンスには SSH 接続、なおかつインターネットに接続できるようにするというふうにします。じゃあ何が必要かって考えたときに、まず VPC と今回ですね、例として2つのサブネットを作成するようにしております。そのうち1つのサブネットをパブリックにする。 ですね。で、そこからサブネット内にインスタンスを起動させます。図にすると、このような感じですね。まずはじめに VPC を立てていきます。このようなコマンドです。サイダーブロックを指定します。その次にサブネットを2本立てていきます。このような感じで、こちらもサイダーブロックを指定します。先ほどの VPC のコマンドとこちらのサブネットを作るコマンドですね。 作成した後に ID がそれぞれ表示されるのでこちら2つのもメモしておいてください。その後インターネットゲートウェイをアタッチしていきます。まずインターネットゲートウェイを作成して、その後 VPC にアタッチします。その次ですね、カスタムルートテーブルを作成していきます。こちらもですね、ルートテーブル ID しっかり書き留めておいてください。 続きまして、インターネットゲートウェイのすべてのトラフィックをポイントするルートテーブルでルートを作成します。そして、先ほど作ったルートテーブルをサブネットに関連付けていきます。関連付ける際はですね、サブネットの ID とルートテーブル ID 指定する必要があるので、そこお気をつけください。こうすることで、そのサブネットがパブリックサブネットになります。次に、サブネット内で起動されたインスタンスが自動的にですね、 パブリック IP アドレスを受信できるようにオプションで設定いたします。いよいよインスタンスを起動する準備をしていきます。まずキーペアを作成していきます。作成したプライベートキーはですね、権限を設定することで読み取り専用にします。その次はセキュリティグループを作成していきます。セキュリティグループを作成すると ID が表示されます。こちらもメモしておいてください。 ちなみに、セキュリティグループは、インスタンスの通信を制御するファイアウォールの役割を果たします。デフォルトではですね、インバウンドの通信はすべて拒否されて、アウトバウンドからの通信はすべて許可されます。ですので、今回は22番ポートと80番ポートのインバウンド通信を許可する必要があります。セキュリティ面から考えると、MyIP からの接続のみを許可するように設定した方がいいので、今から MyIP を調べていきます。 m y IP に関しては、カールコマンドのこちらで調べられるので、そちら32ブロックで分けていただいたものが m y IP となります。そちらをですね、それぞれセキュリティグループでポート22番と80番に設定していきます。このように設定することで、このインスタンスには22番、80番のポートからしかインバウンド通信ができず、アウトバウンド通信に関してはすべてのポートから可能となります。 そして、ようやくインスタンスを起動します。インスタンス起動の際はですね、AMI のイメージ ID ですね、そちら指定して、数とインスタンスタイプと、先ほど作ったキー名とセキュリティグループとサブネットを指定して起動していきます。そうすることで、このような図の状態が出来上がります。さて、今までですね、それぞれ手順を一つずつ行ってきました。 ちなみにですね、先ほども言った通りに、まあ、VPC の ID であったり、サブネットの ID であったり、それぞれの出力結果をメモする必要がありましたよね。まあ、ちょっとめんどくさいと。じゃあそこの手間をなくしたいということでどんどんいい感じにしていこうということで自動化を進めていきたいと思いますで。今回私、先ほどの状態をですね、スクリプトに落とし込みました。 ちなみに、主役のフィルタリングはですね、クエリーオプションというものを使えるんですけど、今回私はですね、JQ コマンドを使いました。JQ コマンドはですね、JSON のファイルを成形するものとなっておりまして、ホームブリューでインストールが可能です。もしそのままスクリプトを使ってみたいっていう方はですね、こちらインストールしていただけたら嬉しいかなっていうふうに思います。実行コマンドの例、こんな感じなんですが、シルスクリプトの名前を打っていただいて、 1> 第1引数に VPC のサイダーブロック。第2引数にパブリックサブネットのサイダーブロック。第3引数にプライベートサブネットのサイダーブロック。そして最後の第4引数はキーの名前という風にします。実際こんな感じです。どうでしょうか。皆さんちょっとうって思われた方いらっしゃいますか、まあ、実はですね、先ほど行ったものを一つずつ並べただけなんです。書かれていたコマンド、並んでいるのではないでしょうか。 で先ほど言った通りに JQ コマンドが JSON ファイルを成形するものとなっておりますなので VPCID だけを抜き出すなどそれぞれの ID の値を抜き出すようなものが後ろについているという形ですでこちらのスクリプトですね実際に実行結果こちらとなっております上から VPCID パブリックサブネットの ID プライベートサブネットの ID そしてルートをうまく作れたかどうかと ルートテーブルがサブネットにうまくひもづいたかどうかセキュリティグループの中身とキーの名前と起動したインスタンスのパブリック IP を最後出力するという流れになっておりますはいいかがだったでしょうか皆さんちょっとは簡単だなって思っていただけたらすごく嬉しいです続きまして AWSCLI コマンドリファレンスについてなんですが困ったらここを見るっていうふうに私書かせていただいたんですが AWS CLI にどういうコマンドがあって、なおかつそれをどういう意図で使うのか、どういう使い分けをするのか、みたいな話が書いてあります。AWS CLI の基本的な使い方に関しては、AWS コマンド名、サブコマンド、最後にパラメータっていう風な流れとなっております。大体いいパターンが決まっておりまして、 AWS サービス名クリエイトって言ったら何かを作るものですし、デスクライブが説明ですね。どういうものがあるかなどの表示をさせてくれます。で最後デリートであれば消去するっていう風な流れとなっております。AWS CLI を使う上で大切だなって思うことは、やっぱり手順を把握することなのかなっていう風に思います。先ほどの例で言うと、インスタンス起動する前にセキュリティグループを作って、 セキュリティグループのルールをつけて、そこからインスタンスを起動したかなっていうふうに思います。やはり手順を理解していないと,と難しいところもあるかなっていうふうに思うので、よかったらこの機会に見直してみてください、まあ。慣れるまでですね、一度マネジメントコンソールで触ってみるのもすごいおすすめかなっていうふうに思います。マネジメントコンソールでやってから実際に c r i 慣れるためにやってみようっていうことで、2つブログを書いてるので、よかったらこちらもご覧ください。 最後にですね、AWS なれたいなっていう方はよかったら AWS CLI 使ってみてくださいということでご清聴ありがとうございました。